ロベルト・マーティン・アントニオ・ボニーヤは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ニューヨークブロンクス区出身の元プロ野球選手。右投両打。主に1980年代後半から1990年代にかけて活躍した。先祖はプエルトリコ人。1986年4月9日にシカゴホワイトソックスでメジャーデビューを果たすが、そのシーズン途中にピッツバーグパイレーツに移籍。両球団合計で138試合に出場するが、打率.256、3本塁打と目立った活躍はなかった。当時パイレーツは下位を低迷。財政難もあって高給取りのベテランを放出していた。名将ジム・リーランドを迎え、チームの若返りを図り、当時23歳のボニーヤもそれにマッチすることとなる。1987年、主に三塁手として起用された、ボニーヤは打率.300、15本塁打、77打点と活躍。1988年には159試合で打率.274、24本塁打、100打点の活躍で、チームの2位浮上に貢献。また、この年初のオールスター出場を果たした。1990年には外野に転向し、レフトバリー・ボンズ、センターアンディ・バンスライクと共にナショナルリーグ屈指の外野トリオを形成し、チームは1990年、1991年に2年連続地区優勝を果たす。特に1990年には32本塁打、120打点を記録し、MVP に選ばれたボンズに引けを取らない大活躍をした。1991年も18本塁打だが100打点を記録。しかし、もともと財政難のチームでは年俸が高騰した選手を抱えきれず、ボニーヤもフリーエージェントとなった。ボニーヤの放出後、パイレーツは1992年にもナリーグ東地区優勝を果たすが、すべて西地区優勝チームにプレーオフで敗れ、ワールドシリーズ進出はならなかった。また、1993年以降は、プレーオフはおろか、勝率5割からも遠ざかり、2012年までアメリカプロスポーツ史上初となる20年連続シーズン負け越しを記録した。1992年に当時メジャー最高額となる契約でニューヨークメッツに移籍。メッツは同時期にエディ・マレー、ビンス・コールマン、ブレット・セーバーヘーゲンとも高額契約を結ぶ。中でもマレー、ボニーヤ、ハワード・ジョンソンの3人のスイッチヒッターでクリーンナップを固めるという構想であったが、これらはメッツにとっても、またボニーヤにとっても、転落の始まりであった。1991年の5位からの巻き返しを図ったメッツであったが、1992年は変わらず5位。7チームとなった1993年には、新球団フロリダマーリンズよりも下の最下位に終わった。東中西3地区に再編され、232日間に及ぶ長期ストライキのためシーズンが途中で終わった1994年こそ、5チーム中3くらいであったが、ペイロールの高い割には、良い成績とは言えなかった。ボニーヤも地元記者とのトラブルもあり、成績は振るわず、1995年終盤にボルチモア・オリオールズに放出された。この1995年は28本塁打、99打点。翌1996年にも28本塁打、116打点の活躍を見せ、1997年にはかつての恩師、リーランド率いるマーリンズに移籍した。球団創設5年目のマーリンズはこの年、初のワールドシリーズ進出を果たし、クリーブランド・インディアンスを破って、初の栄冠に輝いた。ボニーヤもこの年17本塁打、96打点と活躍を見せ、ワールドチャンピオンの栄誉に輝いた。しかし、マーリンズも、また深刻な財政難のため、栄冠に貢献した選手を抱えることができず、ボニーヤも、翌1998年に、マイク・ピアッツァラとのトレードで、ロサンゼルス・ドジャースに移籍。この年の不振もあって、1999年にはメッツに放出された。1999年にメッツはワイルドカードでプレーオフ進出を果たし、ワールドシリーズ進出をかけてアトランタ・ブレーブスと対戦するが敗北。そのシリーズの第6戦で途中交代したボニーヤはチームメイトのリッキー・ヘンダーソンとロッカーでトランプに興じたためメッツを解雇された。メッツとの間には契約が残っていたが残りの590万ドルを2011年以後に支払うことで合意し、これによってボニーヤは2011年から2035年までの間に利息を含む約3000万ドルの25分の1を毎年7月1日に手にすることとなる。2000年はそのブレーブスと契約するが、不振のため1年で解雇され、セントルイスカージナルスでプレーした2001年を最後に引退している。ナリーグ在籍時に記録した247本塁打は、ナリーグのスイッチヒッターのレコードである。ありがとうございます。